緊急警報、緊急警報。次元式爆発物を発見。この爆発物には知能がある。直ちに起爆装置を解除せよ。爆脳。爆弾の構造はまるでパズル。解除方法にヒントはありません。あなたの柔軟な思考とひらめきだけが起爆装置を解除する唯一の武器です。いくつか例をご覧ください。ここではまず配線パネルを回転させ、同じ色のスイッチがつながるようにします。決して難しくはないと思いますが、いかがでしょう。次へ行きます。歯車が並んでいます。奥にはファン、手前にはハンドル。賢明なあなたならもうお分かりかと思いますが、歯車を動かしてファンとハンドルをつながなくてはいけないのです。悠長に考えている時間はありません。すぐに起爆装置を解除してください。今度はレーザーを目的物に照射します。鏡のついた反射台を利用してレーザーの方向を変えていきます。反射台を効率よく動かす。あなたの数学的思考が問われます。方向キーで台全体を傾け、ボールを転がし目的場所へセットしていきます。ボールは惰性でも動いてしまうので、集中力を高め、ボールの動きを予測し、台を傾ける方向を瞬時に判断しなければなりません。爆弾解除には全てタイムリミットがあります。素早い判断力、論理的思考、瞬時のひらめき、類まれな集中力、あなたの知性が試されます。時間内に起爆装置を解除できれば、このように爆破を回避することができるのです。起爆装置は16パターン100種類以上。あなたはこの AI 爆弾の挑戦に勝利することができますか？必要なのはあなたの脳の反応速度。じっくり足を止めて考えることはできません。タイムリミットは刻一刻とゼロに近づいていきます。時間がない。 AI に負けると。